にちは。 YouTube チャンネル1984%日本語でようこそ、せんくんです。よろしくお願いします。と平和のために祈る。1年6月にスズメバチがどこからともなく飛び出して私を攻撃しようとするまで、私はリビングルームのソファに座っていたので恐ろしいショックですぐにソファから飛び降りました。まさにその日、19年近く前から私はまだスズメバチを恐れています。スズメバチはチャンスに耐えられないという事実にもかかわらず、私はレイドフライスプレイを使ってスズメバチを殺します。またスズメバ
私は私を怖がせるので怖いです。スズメバチは迷惑な昆虫です。だから、スズメバチは昆虫スプレーや他のハエスプレー、そしてここさなければなりません。害虫工場は言うまでもなく、スズメバチとスズメバチの巣を徘徊します。子供の頃、私は危険な犬が怖くて、現在は危険な犬が怖いです。私が幼い頃、危険な犬を恐れていました。彼らが理由なくあなたに飛び出すということは言うまでもありません。言い換えれば、危険な犬は容赦なくあなたを攻撃したいです。まだほんの小さい幼児だった頃、凶暴な犬たちに脅されて、それからというもの凶暴な犬たちを怖がるようになった。私は危険な犬、特にピットボルテリア、ドーバルマン犬、スタッフォルシアテリア、ピットボル犬、アルザス犬を恐れていた理由です。私は今現在も凶暴な犬に恐れを抱いている。容赦なく噛んだり攻撃したりすることをしているからだ。これはまるで犬たちがはしゃいで楽しむためだけに私を攻撃するのを問題ないことだと、ころない飼い主が考えているかのようだ。実際のところ、可愛い犬連れて女性とはデート行きたくないな。犬が可愛いからね。私は YouTube を通して日本語 YouTube 動画や他の日本語映画、日本語アニメ映画を含むを見るのを楽しんでいます。私も NHK ワールドジャパンでジャパニーズ2、かわいいインターナショナル、イマジネーション、アニメスーパーノーバー、J-Flix、J-Melo と Songs of Tokyo を見て楽しんでいます。それらの NHK World Japan の番組を見るのは 1984% 楽しいし、日本をもっとよく理解するのにも役立ちます。私は日本語映画を見るのが好きです。特にモスラ、モスラ2、モスラ3。東映 DVD で東映漫画祭り1984年夏を見るのが好きです。特にスーパー戦隊1980年代映画超電子バイオマン、ザ・カバーチャワイン、宇宙刑事シャイダーと、キニクマン。さらに重要なことには、私は現在日本語を学んでいるので、日本人のように日本語を話す方法を学ぶことができるからです。私は日本語ポケモン映画を見るのが好きです。特に、
劇場版ポケットモンスター君に決めた。劇場版ポケットモンスターみんなの物語。劇場版ポケットモンスター三つの逆襲とポケモン同時上映、ピカチュウの夏休みとニュースの逆襲エボリューション。私が日本語を学びたかった理由は、いつか日本の地元の人と交流したり、日本の文化を学んだり、日本語を話したり書いたり、日本の映画やテレビをもっと見たりしたいと思ったからです。私はずっと日本語を勉強したと思って、1999年からポケモン映画やポケモンテレビシリーズをずっと好きですから、私もずっと日本語を勉強したと思って、2000年からアニメをずっと好きですから、1990年から私はずっとポケモンテレビシリーズをずっと好きですから、いつか私は日本に行こうと思っています。なぜなら私にとって一生に一度の経験になると思うから。それは初めの日からの私の夢です。2000年から私はずっとポケモン映画をずっと好きですから。2002年4月期の間に私は映画館でピカチュウの夏休みと劇場版ポケットモンスターニュースの逆襲を見ていましたので、 1984% 大ポケモン映画、 1984% 握手と 1984% 面白かったです。2000年12月の前に私は映画館でピカチュウ探検隊と劇場版ポケットモンスター幻のポケモンルギア爆誕を見ていましたので、 1984% 大ポケモン映画、 1984% 楽しと 1984% 面白かったです。この動画のコメント欄にあなたのコメントを書いてください。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。このビデオを見てくれてありがとうございました。1984% 日本語 YouTube チャンネルのアンルコードでした。じゃあ、元気だな。